きてください、新郎様。神父様の準備が整いましたよ。私の方が先でした。隣の席が空いています。移ってください。
お疲れ様です。当分パズルにはいろんな種類があるから次はそれを説明していくね。5等分パズルのボタンをタップしてみて。メインストーリーでは5等分の花嫁のお話が体験できるよ。次元パズルでは特定の時間限定で解放されるパズルが遊べるみたい。曜日パズルでは曜日ごとに内容が変わるパズルが遊べるんだって。まずはメインストーリーをプレイしてみよっか。パズルのステージをクリアしていくと次のお話が見れるみたいだよ。早速最初のステージに行ってみよう。あ、ほら女子とご飯を。うわ、マジ？いただきます。行儀が悪いですよ。食事中に勉強ですか？へえ、よほど追い込まれているんですね。何点だったんですか？得点は100。わざと見せましたね。悔しいですが勉強は得意ではないので羨ましいです。そうです、せっかく相席になったんです。勉強教えてくださいよ。食べるの早っ。お昼ご飯それっぽっちでいいのですか？私の分を少し分けましょうか。あなたみたいな無神経な人初めてです。もう何もあげません。ゴトパズスタート。ゴトパズスタート。その前に当分パズルについてもう一度だけ復習ね。パズル玉は全部で5色。同じ色を3個以上つなげてなぞればチェーンになって消すことができるんだよ。さあパズル玉を消してみて。いい感じね。やったね、お兄ちゃん。パズル玉の操作はもう完璧みたい。玉を消したときはスコアと残り手数に注目だよ。このステージをクリアするには B ランク以上のスコアが必要なの。パズル玉を消すと残り手数が1ずつ減っていくんだけど、残り手数が0になったときスコアが D ランクになってないと失敗になっちゃうから。それじゃ続けてパズルをやってみよう。5ランクを目指してみてね。
長していくの。お手本に合わせてパズル玉を成長させてみて。それ。やったね。赤色と黄色のパズル玉がレベル2に成長したよ。その調子でレベル3まで成長させてみて。いけいけ。そうそう、いい感じ。それじゃあ次にレベル3まで成長させたパズル玉の使い方を説明するね。ここからがとっても大事なんだ。よーく覚えてね。パズル玉をなぞってゲット。このパズル玉に隣接してるレベル3のパズル玉も一緒に消すことができるの。説明だけだと分かりにくいから一緒にやってみよう。これでどう？連鎖連鎖ですね。チェインで消したパズル玉に隣接してるレベル3のパズル玉が消えたね。こんな風にパズル玉のレベルを上げて一度に消すことをコンボっていうの。上手にパズル玉を成長させてたくさんコンボできるとスコアも高くなるから頑張ってね。それじゃあ、あとは自由にプレイしてみて。